日常演舞の食歌日記にようこそ。さて本日の演目はこちら。それでは演舞開演。サーティワンアイスクリームのピカチュウアイスケーキを食べたいと思います。前から気になってたんですけど、今回あることがきっかけでついに食べたいと思って少々お値段はするが買ってみました。そのあることとは何なのか、それはまずはこちらをご覧ください。はい、いかがでしたでしょうか。そう、おっとっとっと、ちょっとチョコレートが落ちる。ちょっと悲しいんですけど、最初のだけでピカチュウの耳とネームプレートはそのままにしておきますね。では話の続きからなんで、何がきっかけなのかというのではなくて、きっかけはそう、ポケットモンスタースカーレットバイオリンスでついにポケモン図鑑を完成させることができたんですね。今回、以前ことぶきさんのレイドに参加した時に一緒に戦った方と、ちょっとこれがあれば揃うんだけどなというようなやり取りをことぶきさんのライブチャットでやってたら、あ、私持ってますよ、交換しましょうかっていうというお声掛けをいただいたので、ありがたくやっていただきました。本当に感謝しています。まあ、ここに至るまでにもいろんな方々ちょっと掲示板で交換してもらったりとかあって、ようやく完成ですよね。完成したんです。しかも実は自分ポケモン図鑑をコンプリートできたのってこのスカーレットが初めてなんですよね。もう赤緑からやってたんです。やってはいたんですけど、なんかもう交換相手とかに恵まれなくて、結局そのまま終わった、頓挫したみたいな、それがずっと続いてて、今回ようやくです。なので本当に嬉しいです。それを記念してピカチュウケーキいただきますね。でも冷たいものだけど、さすがに胃が冷えて動けなくなりそうなので、こちらのナナミ茶というものを用意してまーす。これを入れて体を温めながら、食べていきますね。それではちょっと残念なことになっちゃってますけど、このミニチョコレートからいただきます。ピカチュウの見た目はとっても可愛くて、それでいて甘酸っぱくて、おっ、サーティーマンの看板がパチパチ弾けてきた。これはすごいな。お量もたっぷりでやっぱり美味しい。こういうのがあると本当にやってきてよかったなって思う。甘酸っぱくてパチパチ、時にはまろやかに甘い。やっぱりな、どれもサーティワンの看板とポケモンの顔、やっぱり力を合わせるとすごいことになりますね。っていうのはちょっと大げさかな。はい、美味しいです。見てくださいこれ。ちょっとクリームが汚いですけど、食べ進めていって全部食べた後に下からモンスターボールが出てきました。美味しい。でピカチュウケーキの味ですけど、外側の黄色い部分はバナナではなかったですね。バナナ一体何なんだろうな。そこが不思議なんですけど、中に まずブルーベリーアイスが甘酸っぱく広がってきました。で先に中に進めていくと、サーティワンの看板商品ポッピングシャワーがいっぱい入っていて、ところころでパチパチと弾きますね。ピカチュウも電気タイプですし、パチパチ弾けるのはちょうどいいかもしれません。あとポケモンの顔といっても過言ではないですからね。最強レイドで唯一スカーレットで、
出てきた中から選ばれてますし、ちなみにその先ほど言った交換してくださった方と会ったのも、そのやり取りをしたのもほとむきさんライブのピカチュウレイドです。月光はね、レイドでも一緒に戦った方なんですけどね。で、今年の秋でしたっけ、 DLC の追加もありますけど、それまでも多分最強レイドはやる、開催されると思うので、これからもやっていきたいと思いますよ。ポケモンだけどピカチュウだけだとやっぱりお祝いには寂しいかな。なのでポケモンパレット4、他のポケモンたちにも来ていただきました。ここにもピカチュウいますね。あとイーブイ、最強レイド、最初に選ばれたリザード、最初に選ばれたことはきっと人気あるんでしょうね。でゲンガーですね。あと周囲のこの食べられない部分ですけども、いろんな、なんだろうな、スカーレット、ワイオレット、まあね、かなり20年のブランクがあるのでわからないポケモンもいますが、あ、ミュウもいる。で、やピカチュウ、イーブイは前にいて、もうアニメではおなじみだったニャースです。だったと過去形なのは、まあチェックされてるあなたなお察しかもしれません。で、うわー、ある意味最強レンドで一番苦戦させられたエースバーンもいます。これは楽しみだな。こちらもちょっと、ああ。まあ食べられない部分をつけたまま食べることはではアイスは楽しめませんので、ちょっともったいないですけど、最後にポケモンたちとを眺めて、で最後っていうのはもうおかしいだろ、突っ込まれそうですけど、でこちらのポケモンパレット4も食べていきたいと思います。うーん、チョコレートいっぱいだな。あなただったらどれ、誰から食べますか。私はリザードンからいただきます。人生初のポケモン図鑑完成に来てくれてみんなありがとう。みんな、あなたのお姉さんかもしれないポケモンやスマブラでおなじみの面々、癒し、心を癒してくれる君、みんな本当スカーレット復帰するかしないか迷ったけど、今ならはっきり言えるよ、復帰してよかった。まあまだ終わってるわけじゃないんだけどね、 DLC も追加されるし、だけど今だけは可愛く心地よい癒しのひとときに浸らせて、甘くて美味しくて、そして何よりもさっぱりと、っていうのは違うか、時にほろ苦くて大人の味も楽しめるアイスたちを堪能させてもらったよ。さあこの後詳細について説明していくね。じゃあ行くよ。ごちそうさまでした。見てくださいよこれ、今度は食べた下からいろんなポケモンたちが出てきました。すでに出てきてるのもいますけど、ここで新たに出てきたものとしてピッチューや、ちょっと汚くてすみませんね、ケーキの残りが、ピチューやコダック、ガブリアス、あなたのお姉さんかもサーナイト、ギャラドスもいるし、スマブラでもおなじみルカリオもいますね。あとプリン、同じくプリンも、でポッチャマがいて、タブンネでしたっけこれ、彼は、彼女はで、なんかスカーレットマヨと対戦でよく使われてるというカイリュー、まあ自分もまだ単戦には対戦には参加しようはどうか考えてるんですよね。というのも自分結構なんか負けるとなんか変な闘争心のスイッチが入ってしまって、負けクソ勝つまでやるぞみたいな感じですっごいダラ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 やっちゃうっていうことが、遊戯王、マスターデュエルやスプラトゥーンでやしょっちゅうあるので、しかも大部分が動画で使われないっていうね、もうどれだからなさすぎっていうのが多々あるので、どうしようかな。その2つだけでも結構な時間を使ってるので、これ以上時間を割く余裕がって、そういう話は今完全に話はずれてたな。アイスケーキの感想はどこ行った言いますね。さっきのピカチュウケーキは割と一つのアイスをいっぱい楽しむような形になっていたんですけど、こちらはなんかストロベリーの甘酸っぱさや、まあ、さっきと同じポッピングシャワーの弾け具合といった甘めの部分だけでなく、
チョコレートやコーヒーといったちょっと苦めの部分もあって、全体ね、いろんな味を楽しむためのケーキですね。まあバラエティ系のケーキはアイスに限らずそういうところありますけど、なのでいっぱい食べたいときは一つの味を楽しみたい、特定の味をいっぱい楽しみたいときはピカチュウケーキ、いろんな味を楽しみたい、あるいは分け合いたいときはこちらのパレット4がおすすめです。おそらくそういう意図で作られているのでしょうし、でパレット4は下にスポンジがあって少ないかなと思うんですけど、意外と食感が口の中にふわっと広がってきて美味しかったです。ケーキだ、アイスだけだとワンパターンになりがちなので、アクセントとして入っててもいいですね。というわけで今回食べたピカチュウケーキとポケモンバレット4はどちらも5点とさせていただきます。アイスが選べないのはちょっと難点かな。だからキャラやこの味は好きなんだけどこの味が苦手とかそういう場合に少し躊躇してしまうような部分があるかなと思ったので5点にしました。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると、そしてよろしければ他の動画も見ていただけると、ゲーム実況の方も応援していただけると嬉しいです。演舞終演。本日の演目はお楽しみいただけましたか？チャンネル登録、コメント、高評価していただけますと嬉しいです。ではまた明日の演目でお会いしましょう。それでは、さようなら。